まずい、伏せろ。ヤハバの言う通りじゃ。何もなかった場所に建物が現れたぞ。巧妙に物を隠す血気術が使われていたようだな。しかし足跡までは消すことはできぬ。わしの目にはごまかしは効かぬぞ。鬼狩りは鬼と一緒にいるのか。どういうことじゃ。それにしてもすさまる。お前はやることが幼いというか、短絡というか。ヤハバはうるさいの。私のマリのおかげですぐ見つかったのだから良いだろう。あいつら、鬼舞辻の手下か。今までの鬼と明らかに匂いが違う。強いのか。濃い匂いだ。肺の中に入ってくると思い。ん？耳に花札のような飾りの鬼狩りは、お前じゃの。俺を狙っているのか？面白いの！面白いの！十二鬼月である私に殺されることを光栄に思うがいい。十二鬼月？鬼舞辻直属の配下です。さあ、遊び続けよう。朝になるまで、命尽きるまで。玉代さん、この二人の鬼は鬼舞辻に近いですか？おそらく。では必ずこの二人から血を取ってみせます。おい、間抜けの鬼狩り、早よ見てみろ。札がありますいつの間にか。その札を通して俺の資格を貸してやる。俺の資格があれば奴らの攻撃が矢印になって見える。さっさと鬼どもの首を切れ。すごい、そんなことができるのか。そろそろ終わりにしようぞ。私に合わせろ、ヤハバ。ありがとうございます。少しも油断するなよ。もし本当にそいつらが十二鬼月なら、まず間違いなくお前が今まで倒した奴らより手強いぞ。はい、わかりました。気をつけつつ、少しも油断せず、まず倒…今まで…はい、頑張ります。そろそろ終わりにしようぞ。私に合わせろ、ヤハバ。わしの着物が塵で汚れた。うるさいよ。着物は汚れておらぬ。死ぬ。玉代様、あいつをおとりにして逃げましょう。冗談です。しぶといやつじゃの。もっとだ。もっと体を動かせ。素早く対応しろ。まだまだ。雑魚の分際でやりよる。そうでなくてはの。そちらにいるのは逃れ者の玉代ではないか。これはいい手土産じゃ。ヤハバ、首を四つ持ち帰ればよいのかの。違う、二つじゃ。鬼狩りと逃れ者、残りの二人はいらぬ。鬼狩りの首を取る前の余興じゃ。先に女の首を取ってやろうぞ。さあ死ね。禰豆子、やれるのか。確かに禰豆子が片方を相手してくれれば、俺も
もう一人に集中しやすいけど、いや、悩んでいる時じゃない。今はやる時だ。禰豆子、一人を頼む。俺はもう片方をすぐに倒す。それまで持たせてくれ。私の相手をするつもりか。愚かよの、愚かよの。私の周りで体中に風穴を開けてやろう。やるよ。本気の本気で相手をしてやろうぞ。この場にはよけきれない。邪魔か。さっさと死ね。死んで死ね。出ますよ、珠代様。ええ、しかし相手も鬼。このままではいたずらに時間が過ぎ朝を迎えてしまう。私が何とかしなければ。そろそろ薄汚い鬼狩りには消えてもらおうか。それはもう残酷に。焦るな。焦っていたら状況が見えなくなる。少しずつでいい。見極めて距離を詰めろ。俺ならやれる。しかし、見れば見るほど薄汚い子供だ。わしのそばに寄らせはせんぞ。近づけないと矢印を放ってくる。離されるな。前に前に進む。許せぬ許せぬ許せぬ。せいせいとしてくれ。ならしく土ぼこりを立ておって、人間ごときがわしを苛立たせるな。土にまみれても、何度倒れても、最後に勝てばそれでいい。見せてや。
見つけろ。そろそろ死ね。ねじれ、巻き取れ、ねじれ、うぜ、竜に。させぬわ。二の肩、はい。血の声、必ず取ってみせる。少しでも早く薬を完成させるために、どんな鬼とも戦う。戦って勝つ。横水車。ぐっ、やった。おのれ、お前の首さえ持ち帰ればあのお方に認めていただけたのに。許さぬ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 。汚い土にわしの顔をつけおって、お前も道連れじゃ。しまった、相打ちだ。あ、技を放って受け身を取らないと。体がぐちゃぐちゃだ。死の肩、打ちよ。出せ、技を出せ。こんなところでやられるな。水車、滝つぼ、水面切れ、雫波紋月、ねじれ渦。バラと足が折れた。ダメだ、疲労で刀を握れない。早く行かなければ。鬼はまだいる。すぐ行く、すぐ行くから無事でいてくれ。どうか無事で。死んでしまったんですか。間もなく死にます。これが呪いです。体内に残留する鬼舞辻の細胞に肉体を破壊される。炭治郎さん、この方は十二鬼月ではありません。え、十二鬼月は眼球に数字が刻まれていますが、この方にはない。おそらくもう一方も十二鬼月ではないでしょう。弱すぎる。弱すぎる。あれで、この血が治療薬を作るための手がかりになると良いのですが。先ほどから禰豆子さんがこのような状態なのですが、大丈夫でしょうか。大丈夫です。多分二人のことを家族の誰かと思っているんです。家族。しかし禰豆子さんのかかっている暗示は人間が家族に見えるものでは。私たちは鬼ですが。でも禰豆子はお二人を人間だと判断してます。だから守ろうとした。俺、禰豆子に暗示かかってるの嫌だったけど、本人の意思がちゃんとあるみたいでよかった。すみません、禰豆子、禰豆子、離れるんだ、失礼だから。ありがとう禰豆子さん、ありがとう。行きたいと思いますか。本当に人で亡くなっても生きたいと。このまま
病であなたは命を落とすでしょう。ですが、人で亡くなることは辛く苦しい。私たちはこの土地を去ります。鬼舞辻に近づきすぎました。早く身を隠さなければ危険な状況です。それにうまく隠しているつもりでも、医者として人と関わりを持てば鬼だと気づかれる時がある。炭治郎さん。はい。根津子さんは私たちがお預かりしましょうか。え、絶対に安全とは言い切れませんが、戦いの場に連れて行くよりは危険が少ないかと。そうかもしれない。確かに預けた方が禰豆子のためにも。珠代さん、お気遣いありがとうございます。でも俺たちは一緒に行きます。離れ離れにはなりません。もう二度と。わかりました。ではブーン長久を祈ります。じゃあな。俺たちは痕跡を消してから行く。お前らはさっさと行け。あ、はい。それでは珠代さんも石郎さんもお元気で。行くよ、禰豆子。炭治郎。お？お前の妹は美人だよ。